総勢約200人を超える応募を勝ち抜いて残った6人。人生死んじゃう可能性が高いじゃないですか。流行ってても去ってても本物の不景気にこそ光る会社なんですね。早いですね、最近は。いや最近さ、朝早い。こないだも朝6時やし、今日もさ、朝7時や。いやもうさ、なんなん最近。いやいや、でも今日はもう社長に会うのめっちゃ楽しみにしてる人めっちゃおるから。今日は遠方から来てくれてる人もいるし、もう超えてないけど、めっちゃ気合い入れて頑張るから人生変えましょう。ビクトリーガールは人生を変えたい女性を一人オーディションで選び、勝智美が人生を変えるために3ヶ月間寄り添いプロデュースを行う企画。本日は一次選考を勝ち抜いた女性の最終二次選考。総勢約200人を超える応募を勝ち抜いて残った6人。6人の女性の人生をかけたオーディションが始まる。今回の審査員は勝智美のビクトリーオンラインサロン講師の2人。青木宗氏、ウェブマーケティングスペシャリスト。SNS 全般の知識を網羅しており、勝智美ビクトリーチャンネルをゼロから立ち上げたメインディレクター。芝、金融と経営のスペシャリスト。グローバル経済に深く精通している世界的な投資家。レミューズの事業パートナーで YouTube だけでなく、勝智美のビジネス全体を支えている。人生を変えるためには様々な側面からの助けが必要になる。ビクトリーガールのために、勝智美が他分野のプロフェッショナルの協力を仰ぎ、一人の女性の人生を変える。一人目の女性は渡辺千秋、45歳。3児の子供を育てるシングルマザー。昨年末に離婚。経済的理由から元旦那さんが親権を取ったものの、元旦那さんが今年の4月に病気で亡くなる事態に。3人の子供を育てるためにタクシードライバーをしながら生計を立てている。しかしながら、見えない将来に対してフランチャイズビジネスにチャレンジすることを決意し、勝智美のサポートを求めてビクトリーガールに応募。彼女の運命をかけた面接が始まる。まあ、正直この書類だけを見た時に、はい、フランチャイズっていうところに、はい、大丈夫かなっていうつかかりは、そうなんですよ、はい、すごく持っているんですね、はい、で、まあ、フランチャイズを、この経歴の方がやるっていうことに対してもちょっと危機感をまず覚えているっていうのが第一印象だったんですけど、はいはい、渡辺さんが歩んでいきたい、はい、こう今後の人生で、それが一番の目的 で、はい、でそれを叶えるための目標、はい、でそのためのやり方っていうツール、はい、でこのツールが FC で本当にこう合ってるのかなっていうところが、はい、まだ私の中で一致していない、はい、でその渡辺さんはそのどれだけフランチャイズのことを今の段階で知られてるのかなっていうところもちょっと聞きたいので、はいはい、なんかフランチャイズのメリットとデメリットを教えてもらっていいですか。そうですね、はい、経営の経験が一切ない状態での一大発起。経営の厳しさを日々痛感しているからこそ簡単には応援できない。渡辺さんどうする。いや、アイまつげと眉毛の、はいあのはい、パーマのサロンなんですけども、はい、それをもうやろうって決めてまして、はい、説明会があったんですけど、その前に自分で足を運んで予約して、はい、自分で実際体験してっていうのをやって、これはすごくいいなって思ったんですね、はい、私は自分自身でそれを体験してお店の雰囲気も見て、あ、これがいいなって思ったんですね、はい、で、ホットペッパービューティーの口コミを全部見たりとか、そういうのも、あと立地もいろいろ自分で競合がないかとかいろんなことを探したりして、であと一番はその社長の経営理念にすごく共感したっていうことなんですよ、うん、お客様も大事なんですけど、従業員をすごい大事にしている社長さんで、私それってすごい大事なことだと思っていて、やっぱり雇われてた側だったので、やっぱり大事にしてくれる、上が大事にしてくれればそれだけ頑張ろうって思えると思ったんですね。タクシードライバーを続けながらでもできる、自分がお店に立つわけではないんですけど、
はい、人を雇って本部の方が人を雇っていただいて研修してっていう感じなんですね、うん、続けながらできるっていうのがまずメリットだなって思いました、うんうん、加盟金いくらって言われる、加盟金と全部、はい、店舗借りての全部の費用が600です、うんうんはい、内装工事とか全部入れて600万で、はい、その後のランニングコストってどれぐらいかかる予定ですか、その後ですね、うん、ランニングコストで、うん、月、うまくいけば、100から多いければ200ぐらいの売り上げがあって、はい、でランニングコストはもう半分ぐらいはあると思うんですけども、手元に残るのがおそらく50、60ぐらい、ちょっと計算がもしかしたら甘いかもしれないですね。そうですね、ちょっと現実的な数字と向き合う必要があるフランチャイズ経営、当然思いだけでは成立しない。勝智美の厳しく鋭い質問に思わず言葉を詰まらせる渡辺さん。この後も3人から厳しい質問が続く。集客は全部ホットペッパー、本部がやってます。ホットペッパービューティーでやるってなって、ホットペッパービューティーとあとインスタグラムですね、本部の、はい、なんかその先ほど最大これぐらいって言われてたと思うんですけど、はい、最小どれぐらいなんですか。一番高いところのイメージと、はい、一番低いところのイメージを持った時に、はいはい、本当にさっきおっしゃったような、はい、利益が得られるのかっていうのを考えたときに、はい、こういう経営するときって、はい、必ずミニマムになったときに何ヶ月自分が耐えられるかっていうのを考えるときに、そうですね、はい、その600万円のこう一番最初一時金っていうのを払った上で、はいはい、どれぐらい耐えられるのか、プラスやっぱりタクシードライバーもやられるってことなので、はいはい、その経営をするっていうことは、はい、その収益に対してやっぱ自分 の, その精神の持っていき方とかっていうのも結構左右されると思うんですよね、はいはい、ですので特に人の命を預かっているタクシードライバーをやりながらそれが本当にできるのかとかっていうのも、はい、まあ、正直なんかちょっと不安だなっていうのは、そうですね、思いましたね、はい、いいですか、うんうんうん、僕はマーケッターなので、気になってるのはさっき言ってた、まあ、やるんだったらどう転んでも集客が成り立つかどうかっていうのと、あとはその黒字までのスピードって他店舗さんの平均どれぐらいかっていうのが気になって、回収するのが半年から1年、早くて半年で1年ぐらいっていうふうにおっしゃってました。そしたらさらに突っ込んで気になるのって、はい、平均値ではなくてさっき柴田さんがおっしゃってたみたいに、最も売り上げが悪い店舗と、はい、僕が全部調べるんですよ、そのいい店舗の話はどうでもよくて、はい、最も売り上げの悪い店舗ってどれっていうので、僕だったらその売り上げの悪い店舗全部回るんですよ。あ、はい、でなんでここ売り上げ悪いのっていう、はいはい、集客どうやってる、なんで同じことやってるはずですよねっていう、はい、それが全部理由が分かれば、うん、はい、リッチなのか、はい、ホットペッパーの出し方が悪いのか、はい、本部がやってくれてるって言ってるけどそこのエリアにはそもそもあんまりターゲットがいないのか、はい、それが分かればいいかな、はい、そうですね、経営において大切な視点は常に最悪の状態を想定してリスクヘッジをすること。ここで勝智美が冒頭から渡辺さんに感じていた本音を打ち明ける。それももし、はい、渡辺さんっていう人物が経営者に会った時にどのタイプの経営者なのかなっていうのを、考えてたんですけど、はいはい、おそらくやっぱ柴さんが言った通りで流行り物にコロコロ手を変え品を変えっていう、はい、まあ、男性経営者にもいいとか言ったらこれ真ん中なんか言われるかもしれないタイプじゃない気がするんですよ、はい、私は、はい、流行りが去っても愛され続ける店を渡辺さんのマンパワーを使うことで作ることができるんじゃないかなって逆に思う、はい、自分が店頭に立って接客をしてお店を良くしていって、はい、なんかこうなんかそれによってあここの店舗はなんかいいなって思ってもらえる形を作る方が、はい、ただただアウトラインを描いていってる経営、はい、人経営者みたいな、はい、よりもなんか接客やられてるんじゃないですか、はい、現場に出てなんかこうスタッフたちとお店作りをしていく、はい、で流行ってても去ってても本物って不景気に
こそ光る会社なんですよね、結構、はい、ケーキで売れないって言われてる時代に 愛されて求められてる店舗なので、はい、そういうものを作ることを目指す方が、はい、なんか向いてるのかなっていうのも、はい、なんかこう思ってしまった、はい、なんでこう何を大事にその経営するのか、それが自分の人生の目的につながっているかどうかっていうのをまず一つ決めないといけないと思う、はい、でその上であのこの FC をやるのであれば、あの悪い店舗といい店舗の違いは何なのか、で自分だったらその悪いところでやってもいいものに変えれるのかとか、あとはその本当に資金調達する期間が あると思うので、はい、ここまでに黒字化しないといけないというのもあると思うし、はいはい、なんか最初の一歩って考えると、こうフランチャイズでいろんなことを経験して学んで、失敗もまあ一旦人の同僚でって言ったらあれですけど、経験してからなんかこう自分に少し自信と成功体験がついたらそこを出ていくっていうのも全然ありだとなんかすごい思うので、はい、ちょっと時間になってしまいましたので、フランチャイズは経営における重要なブランド作り、マーケティング、人材育成を本部が支援や代行してくれるシステムの一つで、企業の成功率を高めてくれる。しかしその一方で、実際にやってみると集客がうまくできない、人材が集まらない、そういうことがザラに起きている世界。かつともみと面接メンバーはその実情をよく理解しているからこそ、厳しい言葉を投げかけ、渡辺さんの人生がより厳しい状況にならないことを確認していた。吉田香織、35歳、民謡歌手としてキングレコードからデビューするものの、歌手として生計を立てることが難しく、保育士として働く日々。歌の仕事が現状少なく、歌で生計を立てられるようになることを夢見て、ビクトリーガールに応募。彼女の人生をかけた面接が始まる。年齢が35になる年ですか。今4で5になる年です。そうですね、11月。そうですね、で、正直難しい悩みだなって思ってます、ぶっちゃけ。あのやっぱりこう芸能の世界とかって、あのなんかそれ一本でいつ日の目が出るかわからないことをずっとやり続けるって人生死んじゃう可能性が高いじゃないですか。なんでやっぱりこう何かをやりながらそれを極めていって、当たったらそっちにシフトチェンジしてラッキーみたいな、じゃないと生きるってことがそもそもできないじゃないですか。ご飯食べないといけない、お金稼げない、やりたいことで稼げないし、そのやりたいことはほんのごく一部の人しかスターになれるような世界ではないってなってしまう。芸能界は簡単なものではない。起業当初の壮絶な下積み時代で夢を追いかけながら自分の生活を守ることの厳しさを経験してきた勝智美。人は夢だけで生きていくことはできない。この後、勝智美は吉田さんの革新的な部分に迫る。で、あと気になったのが、この保育士さんの仕事がなんかお母さんに紹介してもらい、お母さんに紹介してもらいっていうのがこの中で2回出てきているっていうのが、その自分がやりたいっていうものじゃないものを選択して生活のためにやってるっていう、もしかしたらもうちょっと現実を見ないといけないっていうところなのかもしれないし、それは分かってるけど、でももう一回それでもチャレンジしたいんだっていう感じですか。本当におっしゃってる通りで、今本当に生きるのが辛いぐらいまで、なんかやっぱりお金のことに縛られたりもするし、何やってんだろうって、その変えよう変えようって、あのボイトレに行ったり、そのステージの上に行って自分を表現するのがまだ多分ルックスのこともあって恥ずかしさもあるから、ちょっと頑張ってみようと思ってミュージカルのレッスンを受けてみたりとか、あの変えようって努力はしてるけどっていう状態で、で、まあ、このまま保育士続けてて、まあ、東京にいていいのかとか、年齢的なこともあっていろいろぐちゃぐちゃ。そうですよね。キングレコードから CD を出した時は痩せてたんですか。痩せてないですね。今、CD あるんですけど、デビューした時の方がなんか、まず、これ差し上げます。おー、ありがとうございます。すごいです。え、可愛くないですか、別に。でも子供の頃からずっと親に痩せろ痩せろばっかり言われて育ってて、それがもうなんか
太ってることがいけないことっていうコンプレックスじゃないけど、自分の過去と家族に対しての強烈なコンプレックスから自分の人生を生きることができない現代の若者に多いこの悩みにどう向き合うのか。今って例えば YouTube とかで歌ってみたとか別に顔出しとかせずにやってる子たちもいっぱいいると思うんですけど、別に見た目にこだわらずにそうやっていろんな露出させる機会ってあると思うんですけど、それはやってるんですか？なかなかそう YouTube にアップするのも やりたいなって思いつつできてない状態で正直、はい、吉田さん、今ちょっとだけ歌ってみてくださいって言ったらできます？できます。本当に好きなんだなって伝わってきましたね。なんか幸せそうだし、うん、本当に歌が好きなんだな。なんか自信が今すごいあるように見えないのに、急になんかなんていうの、私イケてるよねみたいな感じに思ってないと思うけど、すごいなんか、うん、この笑顔がわかるっていう感じがしました。うん。やれることはあるのかもしれないなって結構思いましたけどね。いや、めちゃくちゃなんかいろいろあるなって今考えます。うん、ね、あるなと思いましたけど、別人だったから、うん。吉田さんから最後アピールポイントみたいなのがあれば、とか伝えておきたいこととかがあれば。努力することが嫌なんじゃなくて、努力の方向がわからないので、うん、一生懸命頑張るので、お力貸していただけたらすごく嬉しいです。ありがとうございます。終始小声で会場には暗雲が立ち込めていたが、圧巻の歌声で審査メンバーの心が揺れ動く。夢の第一歩となるか。平田さとみ、33歳。ブライダルヘアメイクとドレスフィッターの仕事を経験。自身は結婚していたが、当時ウェディングドレスを着ず、そのまま離婚。その経験から、女性の夢であるドレスを着ることを諦めたくないという思いが高まり、ドレスを着る夢を諦めないでをコンセプトに、ドレスブランドの立ち上げを考える。勝智美のサポートを勝ち取り、成功させたく、ビクトリーガールに応募する。彼女の人生をかけた面接が始まる。ヘアメイクをされていて、で、すごいその道でチャンスだと思って極めていって、東京にまで行って、そこからそのドレスブランドに、はい、なるわけですけど、これはなぜなんだろうと私もなぜなんだろうって本当に思ってすごい考えて、美容師もやったんですね、8年ほど、うん、でそこから転職して、うん、6年ほど美容、ウェディングのヘアメイクをさせてもらって、うん、でその中でやっぱドレス選びを一緒にするっていう仕事もすごい大好きで、もっとこういうドレスがあったらいいのになとか思うこともたくさんあって、うん、あとはずっとその自分のフォトウェディングのために髪を伸ばしてたんですね、腰ぐらいまで、うんうん、で離婚してなんかボロボロになった状態でもなんかいつか取るから伸ばしておこうみたいな風に伸ばしてたけど、なんかもう切っちゃえと思って髪をま切ったその翌朝に、うんうん、こうドレスブランドのイメージがもうブワーってこうなんか降りてきて、うん、なんかそれで絶対やりたいってなんかすごく思って、うん、ドレスブランド立ち上げに対する熱い思いを抱く平田さん。しかし彼女の発言にはいくつか気になる点が。ドレスを着るために伸ばした髪の毛を切ってた疾走感というんですか、で叶わなかったっていうマイナスのところから始まってるじゃないですか。それを着てこんなに素晴らしかった世界を知ってほしいではなくて、自分がそれを叶えられなかったっていうところがこうスタートラインじゃないですか。で別にそれが悪いっていうことでは全くなくて、なんでこう その感情が
これをやりたいっていう気持ちとくっついちゃったわけで、でそもそもでも別のものだと思うんですよ。なんでそのくっついたから気持ちが高揚してしまっているのであれば、それが1ヶ月2ヶ月前だったら、もしかしたら今から半年後気持ち変わってるかもしれないなって思ったんで、まずそれを聞いたっていうのと、私ヘアメイク好きじゃなかったら13年続けられないって思うんですよ。すごい厳しい世界じゃないですか。なんでなんか好きなんじゃないかなって思うんですね。で辛いことも知っているじゃないですか、ヘアメイクの世界が。でそれを乗り越えて、かつキャリアアップを目指して旦那を置いてまで出てくるものだったわけですよ。でブライダルドレスはまだそこまでのことを知らないじゃないですか、はい、なんでそのヘアメイクを全て置いてドレスブランドにこうグッと舵を切るっていうのにはまだ情報が足りてないなと思うの。ドレスのブランドをやるアパレルの情報もそうだろうし、はい、なんでドレスブランドをこうのやり方を考える必要はあるかなと、はい、ヘアメイクを地図にして例えばやるっていうやり方だったり、なんか一回そのドレスだけをそのやりたいことだけを職業にしているところに働きに行った方がいいんじゃないかなっていうのも思ったりする。こうサービスする提案できるだけの、それプロでないといけないと思うの。しかも人生に一度、ほぼ一度じゃないっていう、こう一生記憶に残るところに携わるわけだから、なんかアパレルの経験もまあただこの辛いことを乗り越えてやる力があるんで、なんかこうやれるのかなっていうのもなんか思うんですけど、うん、コンセプトに共感するもビジネスの視点では不安を拭いきれない。厳しいビジネスの現場を生き抜くメンバー陣の質問はより本質的に。すいません、いいですか、うん、すいません、前提をもうちょっと確認したいんですけど、はい、おっしゃってるドレスブランドはもうウェディングドレスの認識でいいんですか、他のドレスも含めてるんですか。初めはウェディングドレスからスタートして、まあ、そのでもそこにそこまでドレスウェディングドレスのみって、ね、今の時点では、うんうん、その今後その特別なその日を迎える人の、まあ、ものとしてどんどんやっていきたいっていうのはあります。特別なその日を迎えるものはウェディングドレスではない。なんか例えば、うん、なんか成人式だったりとか、ウェディングドレスはやっぱりターゲットが花嫁様に限られてくると思うんですけど、なんかやっぱり一生に一度そのなんかドレスを着たいっていうそのなんか憧れとかそう夢って、なんか女性は多分もう子供の頃から あるものだと思ってて、なんかこうプリンセスとか、なんか例えばプリキュアだったりで、大人になってまあその花嫁様ウェディングドレスを着たいっていう。で私もなんか離婚したけど、なんか無意識でいつかドレス着る時のためにみたいな、諦めてなくてそのドレスを着るっていう夢を、なのでなんか、まあ、そこにフォーカスしてまずはウェディングドレスからスタートっていう形で、なんか誰かの役に立ちたいなって思ってのことです。多分なんか記念日を作るっていう多分コンセプトに近いのかなと思うんですよ。人生の中に記念日っていくつもどのタイミングでもあって、そのタイミングで人って財布の紐が緩むのでそこだとお金が結構使ってもらえる。だから普通のドレスとかでも着てもらって、だからその特別な記念日を作りましょうというコンセプトである会社であればなんか面白いなと思うし、多分集客がうまくできれば、要は365日誰でもいろんな人の記念日があるわけだから、その記念日ごとにそういうふうなものっていうのはできると思います。ただじゃあそれをするためにどれぐらいの費用がいるんですかとか、ウェディングドレスっていうのも本当にオーダーで作っていくのか、それともそのどっかの貸し衣装なのかわかんないですけれども、そういうところから借りてくるのかとか、それによっても多分どういうふうな費用が必要で、どういう会社が必要があるのかっていうのが多分すごい大切だと思うんですね。その財政的な面でいうとどういうリサーチをされてるのかなみたいなところはどうですかね。
そうですね、一応私なりのイメージは、まあはい、まとめてはいるところで、なんかカジュアルワンピースドレス系統で考えてます。リサーチは今その指揮をせずにその2人だけで撮影をしたりっていう方も多い、あとはその指揮をせずにそのお食事会だけで着れるようなものっていうのが、その私がウェディングをやってた時だと結構需要が高まっていったので、もっとその自由にあのウェディングドレスっていうのをもっとなんか身近に感じてもらえるようなコンセプトで一応考えてはいます。きっと私はこの夢をあの叶えることにはきっと変わりはないでもなんかもう思っているぐらいで、このような企画でこの目の前にあるすごい方たちのお力をなんか言葉をもらえたりとかのチャンスをつかめるかどうかっていうのは、まあ、今後の自分の人生ですごい大きなかなり差が出てくると思うので。ゆりなたさん素敵だわ。素敵だわ。うん、あし、なんか、なんだろう、すごいいい夢だって私たち思ってますし、あ、めちゃくちゃ面白いアイデアだと思ってるし、何よりも平田さん自身がストーリーがいい。いや、説得力があります。こういう経験をしたからそれをやりたいと思ったっていうのは、あのそれを立ち上げるに本当に十分、こう、なんか苦しい時に乗り越える、うん、重になるかなって思うんで。なんか結果わかんないけど、はい、ぜひあの本当に頑張ってください、はい、コンセプトは素晴らしいがビジネスの視点では不安が残る。熱い思いで企業独立を目指す人は多いが、誰にどんな価値を届けるのか、このビジネスの本質が欠けてしまいがちに。本気で応援しているからこその厳しい指摘は平田さんに届くのか。もう正直こんなことになると思うかった。いや、難しすぎる。所属しているタレントが全員退所することになってしまいまして。目の前にね、落ちてきたチャンス拾わないわけにいかないなと思って。自分がどうしたいのか。吉田さんにもう一回だけ会わせてもらいたいなと思ってて。吉田さんってどの人でしょう？あの歌の人、はい。お会いしに行くって。はい、よし、呼び出しです。選考が困難を極める最終選考。唯一2回目の面談を希望したのは、なんと吉田さん。勝智美の真相とは。なんか